これ終わったらどこ行こっかな。ねえ、まだなの？トラップでも設置してる？学生服とか。デートの行き先考えてる？ねえ、まだ？私退屈。退屈ね。おじけづいた？無駄の多い敵ですね。そろそろ仕留めます。軽口は結構。本性を表しなさい。吸血鬼にかける恩情も紹介するお店もありません。裸眼の遠野くんもなかなか。ところで、あなたの交友関係には言いたいことが山ほどあるので、後ほどゆっくりお話を。もう疲れたのですか？飲みすぎでは？もっと集中して。息が上がっていますよ。私も忙しい身なのですけど、そろそろ我慢の限界かしらね。昨夜も遅かったようですわ。何か私に言うことはありませんか？休憩時間長すぎない？どうかされましたか？そろそろよろしいでしょうか？お茶の支度をいたしましょうか？お疲れのようですね。姉さんにご用でしょうか？何かお忘れ物でしょうか？もしもし、起きてますか？いえ、何も企みなどございませんとも。私は1階のお手伝いさんですので。少し休憩いたしますか、秋葉様。おや、何か後ろめたいことでも？深呼吸、深呼吸。そろそろいいかな。もしや降参か？全力で来い。どうしたのかしら。暇なんですけど。暇なんですけど。ああ、早く帰りたい。女たちに土産を。おいおい、降参か？懺悔の時間はそこまでですよ。血が飲みたくなってきたかい？ああ、そこまでポンコツか？はあ、集中集中っと。1、2、3。そろそろ歩き出そうかしら。何？命乞い？いいわよ、大好き。さら地にした後何しよっかな。おじけづいてるの？ああ、体が弾けそう。早く四季を見つけないと。戦いにも作法というものがありますし、やはりいきなり宝具は